FNS 歌謡祭夏まさかの展開ナンバーアンダーライン愛とクレバがタッグを組む理由とは見逃せない FNS 歌謡祭夏で実現するナンバーアンダーライン愛とクレバの夢の共演今年の夏音楽シーンは熱気に包まれていますその中心には待望の FNS 歌謡祭夏が控えていますこの音楽の祭典は 毎年多くの人々に楽しみと感動をもたらしてきましたが、今年は特に注目されています。なぜなら、初出演のナンバーアンダーラインアイが、ボンを披露するだけでなく、クレバさんとのスペシャルコラボも予定されているからです。ナンバーアンダーラインアイは、ここ数年で急速に人気を博してきたグループで、その斬新なスタイルとパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。特に、ボンは、 彼らの代表曲として多くの人に愛されており、その披露を心待ちにしているファンも少なくありません。しかし、今回の FNS 歌謡祭夏での最大のサプライズは、クレバさんとのコラボレーションでしょう。クレバさんといえば、日本のヒップホップシーンを代表するアーティストであり、その独特のリリックとフローで多くのファンを魅了してきました。そんなクレバさんとナンバーアンダーライン愛が一夜限りのコラボを果たすというニュースは、 ファンにとって大きな驚きと喜びをもたらしました。このコラボレーションでは、クレバさんの代表曲、一歳合切を披露する予定で、そのパフォーマンスは必見です。今回のコラボレーションの背景には、どんなストーリーがあるのでしょうか。クレバさんとナンバーアンダーラインアイのメンバーは、音楽に対する情熱と探求心を共有しています。クレバさんは、自身の音楽キャリアを通じて、 常に新しい挑戦と進化を求めてきましたそしてナンンバーーアダラインアイのメンバーもまた自分たちの音楽を通じて新しい境地を切り開こうとしていますそんな2つの異なるジャンルが交わることで新たな音楽の可能性が生まれるのですまた今回のコラボレーションにはファンからの期待と興奮が詰まっています SNS 上では ファンたちが今回のパフォーマンスについて熱く語り合っており、その期待感は日に日に高まっています。ボンと一歳合切という二つの異なる楽曲がどのように融合し、新たな音楽体験を生み出すのか、多くの人々がその瞬間を心待ちにしています。さらに、今回の FNS 歌謡祭夏では、ナンバーアンダーライン愛とクレバさんだけでなく、多くのアーティストが出演予定です。 音楽の多様性と豊かさを感じることができるこのイベントは夏の一大イベントとして多くの人々に感動を与えることでしょう特にリアルタイムで視聴できる TVer の配信は外出先でも楽しむことができるため多くのファンにとって大きな魅力となっていますしかし今回のイベントは単なるエンターテインメントにとどまらず音楽業界全体にとっても重要な意味を持っています コロナ禍を経て、音楽ライブやイベントのあり方は大きく変わりました。オンライン配信の普及や、新しい形態のライブイベントが次々と登場する中で、今回の FNS 歌謡祭夏もまた、新たな試みとして注目されています。特に、リアルタイムでの配信は、ファンとアーティストの距離をより近づける手段として期待されています。そして、音楽の力は、 人々に感動と希望を与えるだけでなく、社会においても重要な役割を果たしています。今回の「FNS 歌謡祭夏」を通じて、多くの人々が音楽の素晴らしさを再認識し、困難な時代を乗り越える力を得ることができるでしょう。音楽は、言葉を超えて心に響くものであり、その力を信じているアーティストたちが一堂に会するこのイベントは、まさに音楽の祭典にふさわしいものです。 音楽ファンにとって「FNS 歌謡祭夏」は忘れられない夜になることでしょうナンバーアンダーラインアイとクレバさんのコラボレーションをはじめ多くの素晴らしいパフォーマンスが待っていますこの特別な夜を通じて音楽の魅力を存分に味わい心から楽しんでいただければと思いますそしてイベント終了後もその感動を胸に刻み音楽の素晴らしさを共有し続けてください 音楽は人々ををつなぐ力を持っています。この夏「FNS 歌謡祭夏」を通じて多くの人々が音楽の力を感じ共に喜びを分かち合うことができることを願っていますこの素晴らしい夜を楽しみにしながら音楽の魔法に包まれた夏のひとときをお過ごしください今年の夏音楽の魔法が再び私たちを魅了する瞬間が訪れます FNS 歌謡祭夏の幕が上がるとともに数多くのアーティストたちが一堂に会しその才能と情熱をステージで披露します特に注目すべきは初出演となるナンンバーアンダーアダラインアイと彼らのパフォーマンスボンそしてクレバさんとの特別なコラボレーションですナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーはデビュー以来斬新なスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで多くのファンを魅了してきました 彼らの楽曲、ボンは、その独自のリズムとメロディーで聴くものを引き込み、心に深く刻まれる作品です。ファンたちは、彼らの初めての FNS 歌謡祭夏出演を心待ちにしており、その期待は日に日に高まっています。一方、クレバさんは日本のヒップホップシーンにおいて絶大な影響力を持つアーティストであり、その独自のスタイルと革新的な音楽で多くのリスナーを魅了しています。 彼の楽曲、一切合切は、その力強いメッセージとキャッチーなビートで多くの人々に愛されています。そんなクレバさんとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは、一夜限りの特別なパフォーマンスとして、多くのファンの注目を集めています。クレバさんとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションが実現した背景には、音楽に対する深いリスペクトと共感があります。クレバさんは、 音楽を通じて新しい挑戦を続けてきたアーティストであり、常に新しい表現方法を模索しています。一方、n、no. ンバーアン Underline Eye のメンバーもまた、自分たちの音楽を通じて新たな地平を切り開こうとする情熱を持っています。二つの異なるジャンルが交わることで、どのような新しい音楽が生まれるのか、多くのファンがその瞬間を心待ちにしています。SNS 上では、 ファンたちがこのコラボレーションについて熱く語り合っており、その期待感は高まる一方です。ボンと一切合切ということなる楽曲がどのように融合し、新たな音楽体験を生み出すのか、そのパフォーマンスは必見です。また、リアルタイムで視聴できる TVer の配信は、外出先でも楽しむことができるため、多くのファンにとって大きな魅力となっています。今回の FNS 歌謡祭夏は、 ただのエンターテインメントにとどまらず、音楽業界全体にとっても重要な意味を持っています。コロナ禍を経て、音楽ライブやイベントの形態は大きく変わりました。オンライン配信の普及や、新しい形態のライブイベントが次々と登場する中で、今回の FNS 歌謡祭夏もまた、新たな試みとして注目されています。特に、リアルタイムでの配信は、 ファンととアーティストの距離をより近づける手段としてて期待されています音楽は人々に感動と希望を与えるだけでなく社会においても重要な役割を果たしています今回の FNS 歌謡祭夏を通じて多くの人々が音楽の素晴らしさを再認識し困難な時代を乗り越える力を得ることができるでしょう音楽は言葉を超えて心に響くものであり その力を信じているるアーティストたちが一同に会するこのイベントはまさに音楽の祭典にふさわしいものです音楽ファンにとって「FNS 歌謡祭夏」は忘れられない夜になることでしょう No. アンダーラインアイとクレ e さんのコラボレーションをはじめ多くの素晴らしいパフォーマンスが待っていますこの特別な夜を通じて音楽の魅力を存分に味わい心から楽しんでいただければと思います そして、イベント終了後も、その感動を胸に刻み、音楽の素晴らしさを共有し続けてください。